はいどうも、しろこりです。こんこりー。ザ・コズミックホイールシスターフッド、続きを遊んでいきます。前回ですね、3人目の候補者、サイプレッサがやってきました。まあ、フォルトゥーナがどんな魔女なのかというのを確かめに、そして牽制しにやってきたんですが、フォルトゥーナの第3の目を使うことによって、ちょっと返り討ちしてしまったみたいな感じになりましたね。まあもし何かあったらフォルトゥーナはいい候補者だよって言ってもらえることになりました。そんなわけで次の人を呼び込んでみましょう。裁定者さんか、あの唐辛子の名付けに関わった魔女が来てますね。唐辛子が使い魔？すごいね。じゃあこっちの人から行こうかな。あ、私の死、フォルトゥーナへ。死って呼んでもらえてる、嬉しい。そっちに行ってもいいかな？それとも今は選挙のことで忙しい？私も自分の力を使いこなせるようになってきたから、何か力になれることないかな？カイア、ペッパーマンサー。力になってくれるんですか？これで、まあ、もしかしたらカイア捨てに若い魔女たちになんかいい影響を与えられるかもしれませんね。招いてみましょう。ちょっと久しぶりな気がする。いらっしゃい。元気にやっとるか？やっほー。ほんと最初の印象と全然違いますね。やっほーなんていうキャラじゃなかったでしょう。はは、いらっしゃい。調子はどう？この上ないって感じかな。ほんと？ほんと。あなたが予言したように、というか、あなたの予言に触発されて、かな。魔法の唐辛子を育てるのに夢中になっちゃって。魔女のガーデニングって本当に楽しいね。タイムスキップすれば数分のうちに作物全体が育つ様子が見れるし。タイムスキップ、そんな呪文まであるんですね。そりゃ楽しそうだわ。ああ、でも時間は成長にとってめちゃくちゃ重要な要素で、タイムスキップを使うと収穫物の品質が下がるっていう魔女もいるよ。え、そうなの？じゃあもう少し気をつけようかな。そうね、いいものを作ろうと思ったらやっぱりちゃんと時間をかけた方がいいんですね。それでも私のラストリーパーは古文の中でどんどん話題になってきてる。あ、もう広まってるんですね、新しく作った唐辛子。え、もう？うん、効果もてきめんなんだから。ほら、あなたにもあげる。ありがとう。わ、ありがとう。使う機会があるかはわからないけど、それでもありがたくいただくわ。一人で使ってもものすごく激しい体験ができるよ。言ってる意味わかる？話題を変えようか。フォルトゥーナはこの手の話題はちょっと苦手みたいですね。古文には慣れた？まだ自分の居場所を見つけようとしてるって感じ。魔法を学んだり宇宙について理解したりしてね。でも孤独は感じるかな。どうして？なんていうか、まだ自分が古文に属せてない気がするから。何かのプロジェクトに一員として参加してみたいなって思う。なるほどね。だからここに来たんだ。迷惑だったらはっきりそう言ってほしいんだけど、あなたのチームに私を入れてくれない？選挙チームに？何でもするから、コズミックコーヒーを用意する係でもいいし、その他必要なことなら何でも。私にできることがあれば力になりたくて。ああ、ありがたい申し出だわ。じゃあ私も加えてくれる？ぜひとも加わって。でも政治には関わらない方がいい。いや、どうだろう。こんだけ頼み込んできてくれてるし、いずれはね、このカイアたちの世代が政治に関わってくることもあるでしょうし、まあそんなね、汚れ仕事はお姉さんがやってくれるから。ぜひとも加わって。やった、聞き入れてくれてありがとう、フォルトゥーナ。後悔はさせないよ。私精一杯頑張るから。うん、心強いよ。ここが私たちの本部だから、
自由にくつろいでて。頼みたいことがあったら知らせるから。了解。あ、普通に仲間になってくれた。ああ、この人にはお願い事ができるわけじゃなくて、まあ、いてくれるんだ。まあ、お姉ちゃんとかが、なんかしてくれる。あ、お願い事できるできる。できるじゃん。協力者を探してきて、問題点を指摘してきて、アピール、春分発掘、エネルギー収穫。ああ、同じように。お願いできますね。人手が増えるのは本当に助かる。どうしようかな。今お姉ちゃんに問題点指摘してもらってるじゃん。それならダリアの方の問題点を指摘してもらってもいいよね。ダリアの政策について突っ込めるところといえば、処罰について話し合いで解決ってところと、禁忌、自由な使用と教育っていうところ。この2つかな、突っ込みやすいのは。投票予測的に票が取れそうなのは新入り、生産者、学者なわけだけど、まあ探検家もそうか。じゃあダリアの政策の問題点を指摘してもらいましょう。指摘を入れるポイントは、処罰か禁忌か迷うな。処罰を一切しないという点にしてみましょうか。わかった。古文で一番の若輩者の意見を聞いてくれるといいけど。そっか。そういうことになるのか。まあ、新入りたちに、この処罰について、どうなん、どう思うって感じで言ってくれれば、新入りたちの票は狙える可能性ありますよね。とりあえず言ってもらいましょう。はい。これで、あ、戻ってきたのか、エイブラマーが。はい、行ってきたぞ。他の候補者の春分を発掘する。ダリアの過去に関する情報が手に入った。うまくやれば利用できるかもしれない。数十年前に悪夢の放棄と呼ばれる反乱があり、裁定者によって鎮圧された。ある魔女の一団がデーモンを手なずけ、複数の人間のコミュニティを操るためにそれを使ったことが発端となった。彼女たちはデーモンを人間の夢の中に侵入させ、その心を操った。地球でも鹿の民の世界でもカルトを信仰する者たちが増加し、収拾のつかない状態となった。そうした信仰者たちから力を収穫した魔女たちは気が大きくなり、デーモンを夢に送るそのやり方で最低機関すら支配しようと目論んだ。もちろんそれは成功しなかった。争いは数年にわたって続き、結果的にデーモンを手なずけた魔女すべてが駆られる結果となった。その多くは今日裁定者として従事している。なるほど。ダリアがこの話にどう関係しているかって。ダリアはデーモンを手なずけるダガーを作り、この魔女の集団にそれを提供した。提供した側か、武器を。古文の外の魔女のためにダガーを作ることは何ら違法ではない。ただ彼女が無責任にダガーを提供した結果、彼女たちを悪夢の放棄に誘ったとも言える。裁定機関は調査の結果、ダリアに罪はないとの判断を下した。とはいえ、ダリアが放棄にそのような形で関わっていたと知る魔女は多くない。この話を持ち出せば、彼女の判断力に疑問を持つ魔女が出てくるかもしれないし、話が広がれば支持も弱まるはず。ただダリアがよく思わないのは間違いない。そうだよね。友情、政治で勝つこと。じゃあこれはダリア側がなんか私の悪いところを言いふらしたとか、そういう感じになったら、にする？万が一そういう感じになっちゃったら、おいおい、こっちだってこれ持ってんだぞって、使うことにする？じゃあ、いや、エイブラマーにはこれなんだな。協力者。もう一人協力者いてもいいのかな。まあ、エイブラマーには頼んでないし、協力者探してきて。承知した。
宇宙を回って何か見つかるか調べてこよう。よろしく。いや本当にね、友情は崩したくないよね。なるべくね。私の有限生命体の扱いが古文が望む形で搾取だから、探検家とか生産者あたりからしたら結構いい感じなんじゃないかな。ちょっと方向性変えようか。ダリアもジャスミンも有限生命体からは搾取しちゃダメでしょって感じだから、搾取したい、まあ、よりエネルギーをちょっともらったりとか、そうしたい方々はいると思うんですよね。どこになるんだろう。学者探検家あたりかな。次、いろんな人戻ってきたら、協力者が戻ってきたら、そっち方面で攻めるか。多分探検家になるのかな。ダリアから取れるぞ、多分。よし、じゃあ、あれ、なんか新しい人増えてる。最低者さんから呼びましょうか。フォルトゥーナへ。現在進行している選挙に影響を与える可能性のある紛争についてあなたにお伝えしたいことがあります。ご都合がいい時を教えてください。よろしくお願いいたします。紛争について、まあ影響を与える可能性があるなら聞いておきましょう。招きます。久しぶり。お元気にしてましたか。あれ、怪我を負ってる。目怪我を負ってる。またお会いできましたね、フォルトゥーナ。やだ、どうしたの？あ、いえ、大したことではありません。人間の目を使わずとも、物事を見る方法はたくさんありますから。いや、でもどうしたの？これがあなたの予言した不祥で、今の任務で失うのはこれだけであることを願っています。マジで負傷したんだ。かわいそうに。平気です。任務の代償ですから。うん。紛争ってどういうこと？こっちにも影響がありそうなの？実は、翡翠の匠の古文の中で内戦が発生しました。争いは私たちの予想を上回る速度でエスカレートし、この数週間で多くの魔女が犠牲になっています。よって最低期間は犠牲を最小限に食い止め、他の古文の紛争への参加を制止するべく朝廷に乗り出しました。なるほど。まず第一に、翡翠の匠たちがどんな見返りを提示しても絶対に戦闘に加わることはないよう、すべての古文にお願いするつもりです。助けの手を差し伸べる場合は人道的処置にとどめてください。実はあなたに会ってもらいたい魔女がいるのです。あなたの占いの力は私および最低機関を大いに助けてくれています。あなたなら翡翠の匠を離脱して難民となった方々の力にもなっていただけるのではないかと思いまして。この混乱を落ち着かせるためにも。わかった、チームのみんなと話してみるよ。対応の結果次第ではあなたたちにも恩恵があるかもしれませんね。これをうまく選挙に利用する。最低機関は中立であるべき。まあでもそれがいい道だと判断したんでしょうね。打診してくれてありがとう。いえいえ、お礼を言うのはこちらの方です。平和の回復にご協力いただいているのですから。事務所には私から伝えておきますね。そして事務所から難民の代表であるジーラに連絡してもらいます。あなたと接触するようにと。わかった、力になれるかはわからないけどね。ただ会ってあなたたちにできることがあるか考えていただければそれで結構です。それくらいなら。では以上となります。何か告白することはありますか？ははないよ。これを聞くのも規則ですので。終わりました。今回もお時間をいただきありがとうございます。来てくれてありがとう。それでは。そっか、内戦勃発。そんなこともあるんですね。なんか急にいろんな人が来だすな。ジャスミンに関する悪い知らせ？競争相手の動き、はい。彼女は学者たちに資金を提供して、私たちがみんなでエイダーナを吸収した場合、
どれだけの力を得られるかを研究させてるんだ。その結果は驚くばかりだ。すごい、やばくなってる。あんたのチームに入ってなかったら私も彼女に投票していただろうってぐらいにね。でもこのまま引き下がるわけにはいかない。反撃を考えよう。反撃を考える。いやーでもこれめちゃくちゃ大きいでしょ。これを覆す方法は、いやだってこのエイダーナの遺体を吸収するだけで一気に上がったでしょ。 20%30% ぐらい上がったでしょ。やばすぎじゃない。まあ、とりあえず結果を聞きましょうか。言ってきたよ。魔女の務めの問題点を指摘した。魔女の務めを撤廃するというジャスミンの方針に異議を唱えてきた。戦士たちは共感し、こちらの意見を支持してくれた。探検家たちもまた、すべての魔女は子分に対して何らかの貢献をするべきだと考えている。また新入りも、よりみんなで協力し合う子分を求めている。一方、学者たちはこちらの主張にひどく立腹していた。へえ、そうなんだ。あ、ちょっと変わりましたね。そっか、もう学者は無理ですね。ジャスミンだわ。全部取られちゃいましたね。探検家はダリアからちょっとフォルトゥーナに乗り換えた感じ。新入りはもうちょっと奪えそうですね。うん、やっぱり新入りからはジャスミンの政策はよく思われない。あー、予言者もジャスミンに言ってるな。そうか、厳しいな。まあ、地道にこうやってジャスミンから票を奪っていくしかないですよね。魔女の務めについてはもう指摘したでしょ。他は私たちの方針についてあんまりアピールできてないから、私たちオリジナルのこの制度について広めてみるのもいいですよね。審判と禁忌が、あ、処罰はジャスミンと同じか。審判か処罰か、ちょっと広めてみましょうか。じゃあお姉ちゃん、私たちの方針をアピールしてきて。対象対象も決めなきゃいけないのか。くっ、なんとか生産者からもうちょっと票を取りたいなって思うんですよね。ほとんどジャスミンですけど、 5% はフォルトゥーナに入れてくれてるし、可能性はあると思う。で、生産者は、まあ、いろんなものを収穫するのが好きな方々で、まあ、有限生命体の扱いで子分が望む形で搾取できれば、まあいろいろ可能性が広がると思う。象徴制度とかもどうなんだろう。専門家をそれぞれ立てて、その代表たちが決めるって感じ。関係ないかな。まあ、あと生産者たちは自分たちの努力があまり認められていないように感じている点で、魔女の務めジャスミンは自由。まあ、魔女たちそれぞれどれだけ子分に貢献するかは完全な自由ですよっていうよりは、フォルトゥーナの魔法税の方がいいんじゃないか。で、これはダリアも魔法税なので、ダリアの支持も上がってしまう可能性はあるのかなってちょっと思いますね。あと子分が望む形で搾取っていうのは、まあ、これをよく思わない層もどの職業にも一定数いる可能性がある。私たちの方針をアピールしてきてもらいましょうか。生産者たちに。数サイクル後に戻ってくる。あ、どれを押すかってのは関係ないんだ。生産者の票を取りたかったら言ってくればいいんだ。どうだろうね取れるかな。いってらっしゃい。ちょっと不安だけど大丈夫かな。これから占いの機会も訪れるかもしれないんですけど、よくよく考えた結果、この万人の地のカードはあまりにもちょっと不吉な不吉なね、要素が多すぎるので削除します
ちょっとあまりにも望まない結果が現れすぎるのかなって。まあいいじゃない、平和な要素ばかりでも。だってそんな不吉な方法に導きたくないし、このねカードも、まあ、悲劇とか破壊とかエゴとかあるんですけど、まあでもいい感じに捉えられる意味もあるので、せっかく作ったし残しておこうと思います。何か新しく作れそうなものありますかね。では1枚カードを作ってみようと思います。選ぶスフィアはオペラハウス、その空間で歌われ放出されたあらゆる感情を増幅させる魔法のオペラハウス。これを選択して、アルカナが狼の母と子、おとぎ話の内容が一貫しない形で語られ続けたことで誕生したベヒモス。彼女が物語を語るたびに知識の種はその言葉の断片を吸収し、それが一定回数繰り返されると小さなベヒモスが出現する。狼の母は宇宙を動き回り、親を持たぬ魔法生物を養子にし続けている。これも本当に存在するんでしょうかね。次にシンボルはこちら、スノーキャットの目。クリスタル星雲の猫の目。非常に脆くて危険な物質で、ガラスの人形にこの目を組み込むと命を宿してあなたを守ってくれるらしいです。これを入れてみましょう。はい、じゃあね、なんか良さげなところに配置していきたいと思います。はい、こんな感じになりました。目たちは、まあ、ステージのど真ん中に置いて、この親子たちは、まあ、この劇場を見に来ました的な感じでね、最初このステージに置いてたんですけど、あまりにも小さすぎるなと思ってこっちに引っ張り出してきました。でこれね、本当はこう真ん中にしたいんですけど、ステージ真ん中になんないんですよだからちょっとずれてます。これでいかがでしょうか。うん、慈悲の表明。オペラハウスの空間はあらゆるコンテクストにおいてあらゆる意味を共鳴させる。狼の母は厳格だが公平。狼の母は無限の愛をもたらす。ガラスの人形とスノーキャットの目は根源的な衝動をもたらす。象徴するものは権威、慈悲、健全、正義、対話、平和。慈悲ってあんまなかった気がするし、まあいいんじゃないでしょうか。はーい、1枚カードを作りました。あれ、あ、やってきた。カードを作ることでも、そっか、サイクル経過するのか。そりゃそうだわ。じゃあ、帰ってきたカイアに聞いてきましょう。ダリアの方針、処罰の問題点を指摘してきました。はあ、他者の方針に挑戦するって大変だね。犯罪に対処する術がないと話すと、みんな一様に不安を感じていた。だからこっちの意見によく耳を傾けてくれた。あ、そう。あ、よかった。ちょっと、ダリアから票を奪えましたね。なるほど、なるほど。これはうまくいったみたいです。でも今はジャスミンから奪わないといけません。もう新入りに関してはフォルトゥーナが取りましたね。ここはもういいかな。取れるのは探検家生産者だと思うんですよね。あ、戦士がちょっとだけフォルトゥーナに来てるそうなんだ。私たちもね、ジャスミンみたいにお金使ってさ、なんかできたらいいのにね。なんかこそこそと噂を聞き集めて広めることしかできない今お姉ちゃんに生産者に広めに行ってもらってんですよね、私の制作を。ってなると、いやー、学者は難しいかな。このエイダーナの遺体を吸収するっていう点において、もうジャスミンがかっさらっちゃったから、どんなに他の制作をアピールしたとしても、これに魅力を感じてる人はなかなか難しいですよね。ジャスミンの有限生命体の扱い、導きと守護、これをすることによって自分の魔女たちの
まあ、やりたいことっていうのがちょっと制限されるっていうことを言ってたと思うんですよね。ってことは、まあ、学者とかにとってはちょっと邪魔なんじゃないかなって思うんですよね。有限生命体の扱い。だからこれについて問題点を指摘してくる。で、ジャスミン、指摘を入れるポイントが、もう魔女の務めについてはやったじゃん。だから、有限生命体の扱いを導いて保護するという点。カイア、君ならできる。行ってきてくれ。よし。それでは今回はここで一旦区切りたいと思います。次回、窓際になんかたくさん来てる。たくさん来すぎてて対処できるのか心配ですけど、まあ、やっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。